南シナ海のスカボロー礁の領有権をめぐり、中国とフィリピンの対立が続いています。中国当局はフィリピン当局を厳しく非難する一方で、兵力増加による恐喝も続けています。近日、中国当局はフィリピン産の果物の権益を強化、外部からは経済的対抗措置で領有権の譲歩を迫っているとみています。最近、中国国家品質監督検査検疫総局は、公式サイトにフィリピン産果物からは何度も害虫を検出したため、バナナなどフィリピン産果物に対する検疫を強化し、抜き取り検査を強化するとの通知を出しました。5月2日に出されたこの通知は、8日に品質検査総局のサイトに掲載。これはフィリピン産果物に対する2度目の検疫強化の通知です。ボイスオブアメリカは、これは経済的手段で政治に圧力をかける中国の常套手段で、日本や台湾もかつて似たような経済的脅迫を受けたことがあると報道。フィリピンのバナナ栽培輸出企業協会によると、すでに輸出したバナナが中国の検疫検査を通過できていないそうです。南シナ海問題が中国の対抗措置を招き、フィリピンのバナナ産業が大きなダメージを受けかねないと憂慮を示しました。フィリピンが海外に輸出するバナナの過半数が中国に輸出され、2011年の貿易総額は300億ドルに達し、歴史記録を作りました。南シナ海のスカボロー礁の領有権をめぐる対峙は、すでに1ヶ月以上続いています。中国は最近、スカボロー礁付近の中国船の数を14隻から33隻に増やしました。中国外務省の傅英副大臣も、フィリピン側の事態拡大に対する各種準備はできていると警告。中国の政府系メディアも、このまま行くと戦争になりかねないと恐喝しています。この事態に対し、時事評論家の大賀さんは、中国が真に関心を払っているのは領有権ではないと指摘します。例えば、ベトナムから勝ち取った領土を中国はその後すぐベトナムに返還しました。ただ、外部の事件を利用して国内の政治危機から目をそらすためだと指摘します。他一打仗呢，就可以以某种紧急状态，使得国内的一些活跃人士呢就不能再说话。鄧小平が当初ベトナムとの戦争を命じたのは、戦争を通して自分の地位と政権を強化するためだったと指摘します。今の状況が中越戦争と違う点は、中国は海軍による作戦が得意でないため、当局も決断を下せないと分析します。因为只要战事一拖。对他的统治马上造成巨大威胁，因为他本来是想用这个民族主义来掩盖他的统治危机的，但是战争一旦打起来，不能够速战速决，不能够取得一个能够交代的胜利的话，那就会加速他的危机。イギリス BBC によると、フィリピンのガスミン国防相は9日、ワシントンでの会議に参加。南シナ海で衝突が発生した場合、アメリカは1951年に調印した米非総合防衛条約に基づいてフィリピンを保護してくれるとの保証を獲得したと示したそうです。如果中国跟菲律宾发生武装冲突的话，那就意味着它会和南海其他国家发生类似冲突，最后会把美国卷入。对，然后如果把美国卷入了争端的话，它就会遇到很大麻烦。美国就会和南海其他的国家联合起来形成一个军事同盟。また中国当局は武力行使のふりをして国内の意見者を抑圧しようとしているだけであって、外部と戦争を起こす度胸はないと指摘します。新唐人テレビがお伝えしました。古代文明の幕開けから人類の文明を導き、未来を切り開くニュールネッサンス、比類なき壮麗な絵画、最も純粋な絵画、想像を卓越したスケール、新善人国際美術展、5月19日から6月10日まで、広島東広島にて開催。